はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。ババさん様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金させていただきたいと思います。農水省はですね、有事食料調達法案を、用意しております。来年国会提出予定だそうであります。戦時や飢饉や災害などで、米、小麦、大豆、鶏卵、食肉、乳製品、砂糖など、重要品目の流通量が2割以上減少した際ですね、国が農家にさつまいもなど、カロリーが高い作物を増産するように命令できるっていう内容、休耕地、休んでる畑、とか使ってですね、あるいは転作してですね、いちごとか、いちごはないか、他のもの、育てている畑、例えばキュウリ、玉ねぎなんかの畑をさつまいも植えてくれませんかっていうふうに命令できるっていう内容ですね。全国的な災害とかね、飢饉は考えにくいですよね。昔は藩ごとにやってたから、その藩が飢饉で、みたいな、のは あっかもしれないですけど、例えば東北全部がですね、例外だなんて、いう場合でもですね、今流通が発達してから、日本国全体が飢えるっていうことないと思うんだ。ですんで、台湾有事が近いんでしょうね、これね。農水省は、さつまいもとかって言ってますんで、コオロギゴリ押しは、諦めたんかーいって感じなんですけども、皆様、いよいよ台湾有事、これ、あるかないかって言うんじゃなくて、もういつなるのかというぐらいに、なんか情報あるんでしょう、日本政府。戦後78年も経ってんのに、今更こういうのをやるってことは、やっぱ近いんでしょうね、戦争が。で、私思います。最近ですね、コオロギ、コオロギじゃねえや、ハエトリグモが部屋の中うろついてるんですけど、マサムネって名前つけたんですけど、これが夏っこくてですね、デスク、机の上、昨日しばらくいたな、近いのに。あと驚いたのが、昨日ですね、なんか作業をしながら、なんか腕ムズムズすんなと思ったら、腕に這い上ってきてた、政宗が、ハエトリグモ。しばらくしたら飛んでったんですけど、ハエトリグモって空飛べんですね。すごいジャンプしてですね、なんかなんだろうな、瞬間移動したように見えんですよ。ちょっとそれには驚きました。イギリス、ルワンダ、アフリカですね。密入国者や、不法滞在者を引き取ってもらう協定を締結。ルワンダさん、日本ともこの協定結んでくれませんか？もちろんルワンダは引き取り料をもらうんだろうな。あとはそいつらを、どうするかはわかんないんですけど、煮て食うなり焼いて食うなりって感じですかね。世論です。ぶっ飛びカード。海外を見習えですよね。マスコミさん。なんで日本政府がこれができないのさ。日本でもやるべき。ばらまきしか能がないメガネはイギリスを見習い。これが政治だよ、岸田。日本政府のダメっぷりが際立つ。北方四島に置いてこよう。近寄れんのかね、日本の船。北方四島に。なんか、ムネオハウスっていう公民館みたいなのあるらしいですけど、EU 離脱の目的はこれかーって。日本が直接ルワンダに、送りにすんのは、騒ぎになるっていうんだですね。イギリスに置いてくればいいんでは。イギリスがルワンダに送ってくれるでしょ。そしたらさ、イギリスにさ、なんぼか手数料払ってもいいからさ、入管施設で何年もね、養うよっか、よっぽど安上がりだと思いますけどね。イギリスさんと、そういう、協定結んでさ、一人当たりいくら払うからさ、引き取ってる。で、イギリスさんがルワンダに置いてくれ、いい話ね。ことなかれ自民党の中でもですね、特にことなかれの宏池会は絶対やりそうもない
ウルトラですけどね。イギリスが羨ましい、妬ましい。2025年、再来年からですね、子供が3人以上の世帯の大学、専門学校学費を政府が出す、所得制限なし、を始めるそうであります。これ、一人目が大学行く前に3人産めば、一人目から無料になるのかなーっていう感じなんですけど、世論です。バカ野郎、一人目からやれよ。養子ビジネスが横行する。ありそうだな。考えなしに子供を作る外国人ばかりが得をする。私大が学費を大幅値上げ。むしろ高卒でも生きていけるようにするのが制度。根本的な考え方がなんか違う。大学行かなくていいようなバカが無料だからと進学するようになる。バカ大学卒業は余りまくってるよ。余りまくってんだって。公立に限定しないとですね、授業料を上げまくって私大と専門学校が声太って不公平なんでは。あとですね、再来年からこういう風になったら、よし、うちは3人作ろう、そしたら大学の学費心配すっことねえやってなって子供増えっかもしんないな。一人目の世帯も大学無料ってはしないのかな。不公平じゃないの。イスラムの夫婦はですね、平均で7、8人産むって聞いてるんですけど、日本人限定にしないと、そういうのばっか得すんじゃないのかな。日本人増やしたい少子化対策なんでしょう。外国人増えるようなことをやってどうすんだって話ですね。日本が日本じゃなくなりますよね。あとね、子供さんにいる外国人の世帯が、引っ越して、来ない？これ。それとも子供3人日本に送り込んで、ただで大学卒業させない。2つの一人子世帯がですね、一人子世帯に養子に出せば子供3人以上世帯の出来上がりですよね。日本人はそんなことやりそうもないですけれども、外国人やりそうですね。特にズルとかインチキを賢さと誤解してる連中がいますんでね。どことは言いませんけども、パッと考えただけでこんだけ穴があるのに、自民党は何考えてやってんだろうね。やっぱバカなのかな。日本人限定だ、公立学校限定だってしてよ、せめて。そしたらね、結婚したご夫婦、よーし子供3人作っちゃうぞ。高校とか大変だけど、それ我慢すれば大学無料だとなって、確かに増えそうなんですけどね。G7 通信首脳会談開催。岸田総理、6600億円のウクライナ追加支援の用意があると言い切ってしまう。追加支援って今まで総額いくら与えたんだっけなー、ちょっと覚えてないですけど、税金でいい格好するのはやめられませんね、岸田総理ね。世論です。頭いかれてんのか。無限金配り おじさん、外国には湯水のごとくばらまく。国民にそんな用意はない。外国より国民を支援せよ。血税ばらまきクソメガネ。早く改選させないとお金なくなっちゃう。こういうのは検討せずに即決と。別に、これとは別に1700億円の保証人にもなっちゃってるしね。まあ、ウクライナが負けてですね、ロシアがウクライナを我が物としてですね、もっと国力、つけちゃって、次はアイヌの保護、アイヌ保護を大義名分にですね、北海道を攻める可能性が高いんで、負けてもらっては困る。ウクライナに負けてもらっては非常に困るっていうのはわかるんですけど、こういうのは検討せずに即決ね。全く支持率下げる天才だわなぁ。汚職と賄賂天国だっちゅうよ、ウクライナって。ウクライナに金与えて、果たして有意義に使われんのかな。上級が猫ババしないか。ウクライナはですね、小麦大国、石炭と鉄鋼がもう出るんだから、支援じゃなくて有利子融資貸すわってしなよ、せめて。ただであげちゃわないってさ。米国議会ですらですね、ウクライナ支援疲れが出てんのにね。もしくは金じゃなくてですね、国産兵器与えてですね、実戦実験データ取るとかさ、いちいち職人触んで、岸田。低所得世帯未成年、一人当たり5万円検討。5万円給付を検討。
世論です。それより減税しろ、初めから取らなきゃいいだろ、また低所得だけ、働くの嫌になるな、働いたら負け、は差別すんなよ、不祥事が出たんでごまかしのためのばらまき、もう生まれてるところにばらまいても子供増えないぞ、低所得世帯の子供は高校の授業料どころか教科書や修学旅行費用も免除になってる。そうなんだ。ごちゃごちゃ手間のかかることばっかりやってる。低所得者だけずるい、意見多数でした。不公平感を募らして、国民の分断を図ってんのことを疑うレベル。本当あの政治センスないっすね。自分でも何やってっか分かんなくなってないか。したらあの子供全員、日本人の子供全員5万円あげます。これでいいじゃねえか。世帯収入200万円以下の低所得世帯の子供の数はそう多くないはずなんだ。なのでこれはやってる感出すためのものだけなんではないか。世帯収入200万円以下の子供ってほとんど外国人だったりしてね。ほとんど外国人だったりしてね。考えなしに産むからさ、余った予備費を使うらしいけど、余るぐらいなら初めから取んなや。消費税なくせばですね、200万円世帯に20万円給付したのと同じ効果ありますよね。それだったらば、公平じゃん。経済も回るしさ、岸田総理辞任、宏池会会長を、派閥の長を辞めるって世論です。辞めてほしいのはそっちじゃない。不祥事出たから、雲隠れ。それで責任取ったつもりか。くっそどうでもいい隕石で草。マリリン・マンソンからマリリン・マンソンが脱退。これはロックグループです。マリリン・マンソンってボーカルがマリリン・マンソンってバンドやってたんだけど、そこからマリリン・マンソンが抜けたという事件がありまして。募金、裏金が、バレそうになった途端にトンズラ。責任取りたくないので裏金問題が下火になるまで雲隠れ。派閥の会長を辞めたぐらいで信頼回復できると考えているのだ。それで何がどう変わるんだよ。何の責任も取ってなくて笑えると。総理就任中はですね、派閥の会長を辞めるのが慣習だって。で、兼務してた岸田が異常、例外だったんですよ。それが正常に戻るだけで、何の責任も取ってないですね。不祥事からの逃げっていう見方が多かったですけど、元から辞めたかったんじゃねえの。後継に考えてた林芳正、ウミガメですね、は外務大臣やらしてみて、とんだ無能ってことがバレちゃった。サリットってめぼしい才能も見当たらないしで、元々派閥の長辞めたかったんじゃねえのかなって思います。その他のニュース、韓国政府、韓流コンテンツルフに功績があった日本企業5社に厚労省を授与。東京テレビ、芸能事務所のインタラクティブメディアミックス、映画配給のクロックスワークス、聞いたことあるな、ゲームのゲーム音、イベント会社 ENM ジャパン、テレビはテレ東だけじゃなくて全局に資格あるんじゃないのかな。京都アニメーション放火、36名殺害の青葉真司被告に死刑求刑だそうございます。まあ当然ですよね。こいつは100回ぐらい死刑にしてやりたいぐらいです。弁護士は統合失調症の妄想で無罪を主張。こういう危険なやつから社会を守るために刑法があるんですよ。キチガイ無罪の刑法39条は廃止すべき。むしろですね、キチガイは社会への危険度が常人より高いんだから、より重い量刑にすべき。異論は認めます。例えば普通の人で5年懲役っていうところ、10年とかにしてですね、危険人物を社会からより長い期間遠ざけておくべきと私は考えております。東京23区の育児中の世帯、年収中央値986万円、平均じゃなくて中央値、その辺で見かけるですね、子供連れたお父さん、お母さん、優秀なのね。お母さんも男並みに稼ぐ人なんでしょう。これはびっくりした。23区だけが飛び抜けて高いのかもしれないですけど、韓国枠が史上最多の6枠となった NHK 紅枠。デイリー新潮はですね、2011年みたいな抗議デモは起きないのでは、謎理論を展開してましたけれども、5ページも。デモが嫌な NHK がこれ書かしたかもしれないな。ネット。NHK 自体が腐ってるって知れたし、NHK が相手にされなくなっただけ。テレビがオワコンで
影響ないから。紅白などどうでもいい。そういえば紅白なんかどうでもいいっすね。見ないだけだから好き勝手やってるって話。で、もっともっと評判を落とせって話ですね。12月9日土曜日、拉致被害者署名活動を行います。お手伝いください。メール問いの皆様、12月29日、忘年会、行います。枠が3分の2ぐらい、埋まりました。ご応募ください。まだ予定わかんないかもしれないですけど、メール問員の皆様、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。